ガーデニングに用いられるサフィニア・サフィニアはナスカ・ツクバネア・サガオ属の植物で1989年にサントリーと京成バラ園芸が共同で作出したペチュニアの園芸品種である。正式名称はペチュニア・サフィニアシリーズ・サフィニア。サフィニアの名称はサントリー・フラワーズの登録商標である。ペチュニアでは初めての本格的な栄養繁殖系で ペチュニアの原種が持つ超実植物である弱点を完全に払拭した園芸品種である。不燃性が高く、生育しても創始が乱れず、花数が多く花期が長いという特徴がある。開花時期は4月から10月。耐寒性の低い常緑多年層であり、10月から11月に地上株は寒さで枯れるが、温度管理を適切に行えば越冬も可能である。 また、越冬株は一年目よりさらに大きく育つ。元になったペチュニアの原種は、ブラジルのパンパゲン,サンで、サントリーの駐在員が、ペチュニアの原種を数系統持ち帰ったことがが、品種改良の始まりとなった。従来のペチュニアは、原種が持つ伸びやかさを捨て去り、花壇栽培のみに特化した品種ばかり流通していた。これは、花苗の流通にも、 コンパクトさが求められていたためである。その固定観念から離れ、従来にない補服性を有する。品種名、サフィニアは、補服性が強いことから、英語のサーフィンとペチュニアを合成した造語である。サフィニアは、栄養繁殖系ペチュニアの実質的な第一号、成功例であるとともに、栄養系品種が商業的になり立つことを証明した。 記念碑的園芸品種である。今日の栄養繁殖系園芸品種の流星はこの園芸品種の成功に追うところが大きい。栄養系繁殖であるため種子が少ないことから花数が多くなり、かつ亜流の品種ができにくいため商業的に独占できるため種苗会社にとっては非常に優れた特徴がある。1989年の発表後は 急速に普及し、1991年には欧州で、1993年には北米でも販売が開始され、諸外国においても評価が高い。サフィニアの成功後には、バリエーションも増え、大きいものは10センチメートル程度、小さいものは3センチメートル程度と、大小様々な花を咲かせるものが現れた。花の色は赤、赤紫、紫、青紫。 白、白木、白青、桃など多彩であり、花弁の外周部が白で中央部がピンクに染まり、ピンクの部分がハート型になる桃色ハートもある。2020年には黄色っちに薄桃色から薄紫の文様が入る虎猫なども登場している。サフィニアが成功すると、同業他社もペチュニア市場に類似の商品を投入し、 ペチュニア戦争と呼ばれる状況を呈するに至り、サフィニアは日本の園芸業界の長寿となった。日本で1990年代から起こったガーデニングブームの火付け役でもある。ベランダ園芸など強小な場所での栽培にも適し、日本の住宅事情に適合した品種と言える。特に保守的な下記流通業界の流れすら変えたのは、このペチュニア。 サフィニアと洋蘭のシンビジウムサラジーン、アイスキャスケードの2品種による功績である。これらの2つの品種が大ヒットしたことから、従来は品だれるタイプの鉢植えは流通業界から拒まれていたが、これらの大ヒットに伴い、流通業界主導であった2姿もバリエーション豊かになった。消費者にとっては植物の仕立て方に対する選択肢が広がり、 様々な創始の植物を得られるようになった。従来の一般的なペチュニアと同様、雨に弱く、日本では花壇にはあまり向かない。補服性が強いためプランターや特にハンギングに向く。数あるペチュニアの中でも豪華な品種群である。枝がしなやかで、伸びやすいため用意に樹勢の調整が可能で、摘心や切り戻しを行うことにより枝数を増やし、 つぼみを増加させてゆくというのが育成の基本体系である。大輪、中輪、小輪、花色、使用用途に合わせた性質に改良された品種もあるなど種類も飛んでいる。体寒性は低いため越冬させるには室内管理などが必要となるが本来は多年層なので温度管理さえしっかりと行えば翌年以降も楽しむことは 一応可能である。ただし、ナスカの植物であるため連作障害を引き起こすことがあるため、複数年にわたり健全な株状態を維持するためには、土の消毒か、土を入れ替えるか、あるいはコンパニオンプランツを導入するなどといった対策が必要となる。これは、サフィニアだけでなく、ペチュニア一般や、同じナスカの園芸植物であるカリブラコアなどについても、 同様である。越冬対策の一つとして、切り戻しなどの際に生じた枝などを使って、挿し木を行い、それを管理することで、親株が枯れた際に備えることも可能である。挿し木内はすぐには大きく育たないので室内管理も楽である。しかし、サフィニアとされる品種は元より、特定品種名が付けられているペチュニア、カリブラコアは、そのほぼべてが、パテントが付いた。 登録品種となっているため、増やした苗を無許可で販売、譲渡すると、種苗法に抵触するため注意が必要である。ありがとうございます。